はい、こんにちは。お茶。お茶。あいにくな雨です。本当だね。はい。うん。今回は、うん、地元、はい、お友達さんになります。はい。そしてご紹介してみます。はい。でまずはタコッチ。はい。はい。お願いします。タコッチの、お友達の皆さんありがとうございます。コメント見ました。はい。からの紹介になります。はい。二代目葵丸さん。はい。はい。ゆうちゃんご夫妻。はい。はい。じゃあどうぞこちらへ。お願いします。はい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 。こちらの賑やかな。はい。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速愛車の方、はい、ご紹介お願いします。日産のコンドル。はい、青い丸。はい、すごいよね。すごい。うん、あーなるほど、はい、はい、すごいけど50万箇所ってどうでしょう。やっぱり、はい、このバンパーとバスパークですか。あーなるほど、はいが、はい、お気に入りというか50万ですね。はい、はい、ちょっと寄っちゃって大丈夫ですか。はい、はい、すげえな。え、うん、緊張してます。ちょっと緊張気味ですか。あ、緊張して大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、すごいっすね。へえ、もうすべてですねこれ。そうですね。はい、ええ、すべてが気に入ったんで。なるほど。はい、はい、気に入ったっていうか、はい、もう折れちゃいましたんで。ああ、そうですね。あ、なるほど、はい、そういうことですね。とあるルースを使ってね。そうです。あ、なるほど、はい、惚れちゃったんですね。惚れちゃいましたね。はい、あ、そうですか。わかりました、すいません、それ以上は。はい、はい、ありがとうございます。細かく言わずに、もうすべてが自慢と。そうですね。はい、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございます。ありがとうございます、うん、終わりだ、終わりなんだ、終わりなんだ。はい、はい、じゃあ、どちらから。どちらからでも、女性から。はい、はい、お願いします。はい、じゃあ助手席側、はい、お願いします。すげえなねえ、こちらも。はい、うん、これもどっか一箇所に絞るわけにはいかない感じですね。ねえ、これだけね。あー、すげえにぎやか。はい、お気に入りのポイントは、やっぱり、はい、この、はい、このアンドンの、はい、サイドバンパーの、はい、ですかね。あー、なるほど、はい、あー、もうボディ行っちゃいますか。はい、ボディ、ね、ボディ行っちゃいます。いや、あ、行っちゃいますか。はい、待ちきれない感じですね。はい、わかりました。一個一個ね、はい、したので、うん、すごい時間になっちゃう。すごいよね、これだって、はしごも、ねえ、うわー、すげえ。は、はい、女から男に寄っての気持ちが書いてあるんです、はい、あ、はい、この言葉が、はい、あ、そこもそうなんですか。はい、言っちゃって大丈夫ですか。はい、はい、自動的に奥様もアップする、うん、アップ、邪魔だ、アップ、アップまずいよ。あ、本当ですか。はい、奥様にこれ読んでもらった方が、はい、重いやを持ちながらきっと言うか分かる。なるほど、あ、素晴らしい、はい、ありがとうございます。で、こっち側も、はい、はい、あ、ボディがいっちゃいます。はい、ボディがいっちゃいますか。はい、はい、なるほど、はい、そういうことなんですね。はい、これだ、はい、あ、ちょっと、はい、はい、もう一回最初から言ってもらっていいですか。もう一回、はい、これだ、女の見る夢を、はい、叶えてやりたい俺だから、はい、すごい考えてる、この女に、なるほど、はい、ありがとうございます。
なに向けての男の気持ちです、はい、あ、なるほど、はい、あ、素晴らしいですね、ありがとうございます、はい、じゃあそのままの流れでボディ側いっちゃいますか、じゃあ、はい、はい、はい、あ、まだあるんですね、はい、はい、言ってください、どうぞ、はい、どちらの、いや、もう、はい、自分はもうこの、はい、すごいバラのこの、はい、こういうところどころに入ってるバラがすごい気に入って、あ、そうなんですね、はい、はい、すごい、あ、本当だ、はい、バラが、はい、あ、めっちゃ入ってるんですね、ね、うん、あ、下にもね、はい、もう全部バラ、あ、本当だ、はい、何度入ってますかね、うん、あ、本当だ、なるほど、でもあのせいで、うん、どれですか、これシールじゃないんで、あ、違うんですか、ここまでしか分からないんです、あー、なるほど、へえ、あ、なんか立体的なあれになってるね、はい、はい、へえ、ね、すげえ、はい、ありがとうございます、じゃあお待ちかねのボディ側、はい、行っちゃいましょう、はい、あ、すげえ、これちょっと引いた方がいいですね、そうですね、うん、絵がすごいですね、これは何が書いてあるんですか、こっちは風神雷神ですか、あー、はい、なるほど、あ、すげえ、あ、本当だ、すげえ、へえ、すごいですね、これ大変ですよね、え、お仕事気遣いません、いや、もう気遣いますよね、気遣いっぱなしです、はい、そうですよね、へえ、これは本当気遣いますよね、へえ、はい、じゃあずっとずっと、はい、なんというとマーカーの数がね、うん、すごいよ ね、これはもうもちろんリレーかかっちゃってる感じですよ ね、 す、 ね、すげえ、うん、なになに、アフェンダー ね、 ね、うん、あ、それももちろん光る感じですね、はい、わあ、すげえ、オーナーさんこだわりがすごくて、はい、はい、もう全部それぞれに意味があって作られたみたいで、はい、あ、なるほど、はい、だから、取り合ってる中でよろしい中でもね、はい、へえ、あ、そうなんですね、でも、うん、もうこのリレーのこの流れるのも、うん、イメージして、うん、溶岩が流れるっていうのをイメージして作られた、あ、すごいですね、はい、へえ、伝わりました、あ、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ後ろ面、はい、大丈夫ですか、はい、行っちゃいます、はい、じゃあ後ろ面、はい、お願いします、こちらもすごいね、うん、ジェイオーナーさんの、うん、お知り合いさんが書いてくれましたね、あ、そうなんですね、へえ、すごい、これどうでしょう、お気に入りのポイントは、やっぱりこの、はい、絵が、なるほど、これがもう一発で折れちゃいましたね、ここは、そうですね、インパクトありますよね、はい、あー、素敵です、はい、昔からね、うん、ゆうちゃんはこういったね、うん、トラックを乗るのがね、うん、そうです、あー、そうなんですね、はい、いろいろこの年で、はい、念願叶いました、なるほど、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、はい、了解です、はい、はい、じゃあ運転席側お願いします、こちらもね、うん、バンバンタから、うん、名目が分かる、あ、なるほど、はい、こちらも奥様が、はい、読み上げたいと、あ、なるほど、はい、じゃあぜひ、はい、はい、奥様お願いいたします、はい、はい、これ文字も拾わないといけないからね、はい、はい、お願いします、持って、はい、生まれた、はい、衣装のあなた、はい、天下で育てたこの体、俺の人生などの勝負、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、うん、向こう側の、うん、リスと同じらしいですよ、うん、あ、そうなんだ、へえ、すごい、それは、へぇー、苦労されたようです、ですよね、へぇー、あ、じゃあだいぶ考えに考え抜いて、そうですね、ね、はい、へぇー、あ、素晴らしいですね、はい、思いのこもった、じゃあこちらの絵は竜と虎ですね、はい、あ、竜と虎で、はい、はい、あ、すごいですね、これも聞いた話ですけどね、これ奥さんはね、うん、ちょっと喋りたいと思います、うん、言って、はい、はい、はい、こちらね、はい、ベースも
12文字って、はい、上に拭いて、はい、トップコートも30ぐらい拭いてるんで、ああなるほど、はい、20年経ってるんですか。へえ、あ、これ寄っちゃって大丈夫ですか。はい、はい、あ、すげえ、へえ、綺麗ですよね。あ、ほんとだ、はい、店長好きですもんね、龍ね。龍好きなんだよね。ありがとうございます。そう、知らないって言ってたじゃん。そうなんですか。ねえ、これかっこいいな。これ龍顔かっこいいですよね。すごいいい顔してますよね。ねえ、してますよね。じゃあ、ずつツイッター前の方へお願いします。これね、もっとね、潜ればね、またすごいんですよね、うん、あー、なるほどね、はい、よいしょ、はい、じゃあ、運転席側キャブまで来ました。こちらがどうでしょう。こちらはやっぱりこの絵が、あ、その絵が、はい、それは何が、これ何、足場です。ちょっと奥さん、もう一回言ってもらっていいですか。はい、アシュラです。ああ、言い方違いますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。へえ、ちょっと言っちゃって大丈夫ですか。はい、僕も全然、はい、あの、色あせてないっていうか。あ、本当だ。はい。はい、すごいっすね。はい、こだわりがね。全オーナーさんのこだわりが半端じゃないんで。なるほど。はい、これは特にこう、なんていうんですか、特別なこう手入れの方法があるとか。いや。もうワックスをかけるだけですね。あ、それだけなんですか。ひたすら、はい、へー、はい、それだけでもう保てます。大丈夫ですね。あ、なるほど、大丈夫、はい、へー、素晴らしいですね。うん、これ気遣いますよね、はい、これだけ綺麗なお車で。寒くないですか。寒いですよね。寒いですよね。申し訳ないな。ちょっとね、お仕事があるんで。お仕事がある。お仕事がある。ちょっとなんかこう、あまりね、はい、びっくりしました。はい、はい、驚きました。お仕事がある。はい。なんか、スースー感じてませんでした。いや、夜の繁華街にお邪魔してる雰囲気になってたんで、あ、そういうことなんですね。はい。あ、そういうことですね。はい。太陽の光はあまり浴びません。夜の、夜行動派です。なるほど、ありがとうございます。はい、だ、夜の蝶々ですね。はい、ありがとうございます。はい、ツイッターの方でもはまないです。はい、じゃあ正面、はい、お願いします。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。タクウォッチの、うん、ツイッターのお友達さん、うん、からのご紹介です。はい、そして僕も、この平塚ではお世話になっています。はい、はい、お友達さんです。はい、2代目青い丸さん、どうでしたか。バッチリでした。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあこれ特別編ですね。はい、はい、ここで奥様から皆様にお知らせが、はい、ございます。ございます。はい、すごい格好ですね。はい、寒くないですか。ありがとうございます。仕事着なんで。はい、はい、はい、どうぞ。はい、伊勢原の、はい、小田急線伊勢原駅、はい、の北口から、はい、2分の、はい、スナック未来で働いてます。スナック未来さん、はい、はい、平日2時間飲み放題で3000円、はい、週末は、2時間で3500円。はい、なんか特典はありますか。特典はそうですね、唐揚げで、あ、カラオケで、はい、私がぶち上げるぐらいで。あ、何それ。D チャンネル見たよって一言があったら、って言ってもらえたら、はい、ポテトサービス。おお、マジっすか。はい、ほら、ありがたいですね。はい、はい、ぜひ。はい、平日は2時まで営業、はい、週末は5時まで営業。はい、これ大丈夫ですか、時間これ。大丈夫です。これ大丈夫なやつですか。5時までやっていいんですか。大丈夫です。あ、お。看板つけてます。
大丈夫ですか？あんま消しません。あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。はい、はい、おさわりとかなしですもんね。おさわりは別料金ですね、はい、別料金なんですね。これ大丈夫ですか？ピー入れなくて。社長さん怒らないですか？あ、社長あこれピー入れなくていいですか？これ大丈夫ですか？大丈夫です。はい、じゃあ伊勢原のスナック、はい、未来さん、はい、はい、行けば、奥様に会えるってことですね。はい、はい、じゃあ興味ある方はぜひ。カラオケで。この辺にあの文字出るんですよね。あ、出ます出ます出ます。はい、出ます出ます。はい、お願いします。はい、お願いします。はい。お待ちしてます。はい。はい、よかったら乾杯。